楽旅京都新聞 TV 今日の話、楽中楽外楽を旅する楽旅若村亮です。今日の話は祇園祭の歴史と1ヶ月にわたるさまざまな神事についてお届けします。祇園祭は今から1150年ほど前、平安の初めに全国的に病が流行り、その病退散を願って行われ始めた伝統の祭りです。八坂神社は古く祇園社と呼ばれ、祇園社の神でありました五頭天皇に疫病退散を願って始められたことから、古来祇園御霊会と呼ばれ、病が流行った年のみ行われたという行事でしたが、平安の中頃からは毎年取り行うことによって病退散を願うようになったと伝えられています。室町の頃から大きな山や鉾が登場するようになって、さらにその飾りは絢爛豪華に輝くようになりまして、現在のような動く美術館と称される山や鉾が巡行する大きな祭りへと発展していきました。7月の1日から1ヶ月かけてさまざまな神事が執り行われます。7月の1日は切符入り、祇園祭りの無事を願って各山鉾の町内で神事が執り行われ、7月の10日あたりからは先祭りを担当する山鉾の組み立て、山鉾立てが始まって、町中に大きな山や鉾が登場していきます。そして良い山を迎え、いよいよ7月の17日、先祭り山鉾巡行が行われ、長刀鉾を先頭に23基の山鉾が都大路を巡行し、町の中の悪い病をもたらす神々を払い清めます。1週間後、次は後祭り。7月の24日には、後祭り山鉾巡行を行われ、再び京の町が清め払われます。この先祭り後祭りの2度山鉾巡行を行われますのは、各日の夕方から夜にかけて八坂神社の神輿が出て、そして帰っていく日にあたるからなんです。7月17日の山鉾巡行は町を清め、その後に夕方から夜にかけて八坂神社から神輿が出て、神様が京都の町にお出ましになります。そのために山鉾巡行によって京の町を清め、神様をお迎えしているということなんです。一方、24日に再び神様が今度は八坂神社に帰っていかれますので、その日の午前中にももう一度後祭り山鉾巡行を行って町を清め、神様が八坂神社へとお帰りになる観光祭が行われるということです。あくまでも祇園祭りの最も大切な神事はこの神幸祭、観光祭の神様を迎え、そして八坂神社にお帰りになるという行事でありまして、そのために1ヶ月かけてさまざまな切符入りから7月の31日の疫神社名護市祭まで、さまざまな神事を執り行っているということなんです。ぜひ今年は皆様も祇園祭りの歴史と真の姿を見極めて、祭りを隅々までご覧いただきたいと思います。今日の話は祇園祭りの歴史と1ヶ月かけて行われますさまざまな神事についてお届けしました。